はい、こんばんは。エクストリーム芹川です。発売するまであと3日ということで、今日は僕が野鳥撮影に使っている α7R4 について、僕がなぜこの α7R4 を野鳥撮影用に選んだのか、1年間使ってみて良かったところ、良くなかったところをお話ししていこうと思います。そして僕はこの α7R4 から今回 α7R5 に買い替えるのですが、買い替えに至った動機をお話ししていこうと思います。まずはこちら α7R4 のスペックについて簡単にお話ししていこうと思います。フルサイズの6100万画素の高画素機のミラーレス一眼となっています。僕がなぜこの本体をですね、野鳥撮影に選んだかというと、もうズバリ画素数でございます。今ソニーが出しているフラッグシップ機の α1 のセンサー画素数が5010万画素ということなので、実質この α7R4 がソニーが出しているミラーレスカメラの中だと一番画素数の高い機種になっています。この一つ前のモデルの α7R3 は画素数が4240万画素、昨年発売された α7-4 は画素数が3300万画素となっていますね。というのも、僕は野鳥だったり野生動物とか昆虫を撮っているんですけども、北海道の東北エリアに住んでいる野鳥はとにかく警戒心が強くて、もちろん野鳥に近づくというアプローチもすごく大事なんですけれども、いかに野鳥にストレスをかけず遠くから撮るかというのが自分の中での一つ課題となっていました。画素数が高い分ですね、遠くから撮っても後でトリミングが効くので、遠くの被写体を画面いっぱいに映せることが増えました。こちら6100万画素を APS-C クロップにすると2620万画素残るんですね。この時点で APS-C 機、例えば α6600 だったり α6400 といった機種の画素数が24020万画素であるので、若干ですがこちらの方が APS-C 機よりも APS クロップをした段階でも画素数が上回るといったところで、とにかく画素数でこの α7R4 を選びました。続いて1年使ってきてあまり良くなかったなぁと思うところをお話しします。オートフォーカスが致命的に弱い、特に暗い場所だとほぼ当てになりません。僕はもう暗い場所だとほぼマニュアルで撮影しています。このオートフォーカスが弱いというのはもう購入する時点で様々な方のレビューを見て分かってはいたんですけれども、やはり僕にとっては結局高画素であることの方が優先だなと思ったので、この機材を選びました。ただ次の新しい機材 α7R5 ではこれらの点がですねかなり改善されているそうなので、僕は非常に楽しみにしています。まさにですね、昨日マップカメラさんからこんな風に α7R4 今が買い時、圧倒的コストパフォーマンスを誇る α7R4 を手に入れるチャンスというですね、LINE が来ていました。今が買いだそうです。以上簡単にまとめますと、とにかく α7R4 は高画素はいい、もう高画素機を使いたいといった人向けです。その他のオートフォーカスだったり、あとはノイズだったり、あとローデータといったところで少しデメリットを感じました。とにかく遠くの野鳥を撮ってみたいといった人にはおすすめの機種かもしれません。本日の動画は以上です。明日は僕が昆虫撮影に使っている機材についてお話ししていこうと思います。 α7R5 が届くまであと3日、すごく楽しみでワクワクしています。明日以降もぜひご覧いただけると嬉しいです。ということで、ご覧いただきありがとうございました。また明日会いましょう。 See you!